整理をしてみてですね、この普通の歴史の中で、今回が一番難しいんではないかと思いました。ちょっと読み直してもですね、文章がちょっと難しいので、できるだけ音声で、それを補充しようと思います。歴史とか地理にあまり詳しくない人は、次々と出てくる名前とかそういうものに、ちょっと分かりにくいなという感じが、するかと思います。満州国を建設しまして、とりあえず日本は次に何をしなきゃならないという必要はありませんでした。明治維新でですね、なんとかヨーロッパから独立を果たすと、植民地にならないようにすると、いうことが、とにかく第一でした。そして千島列島から南洋諸島までの太平洋の列島と朝鮮および満州を保有することになってですね、日本の独立体制というのは完璧になったわけであります。この過程で他の民族にある程度の迷惑をかけたのは、仕方のないことといいますか、いいとか悪いとかではなくて、歴史の必然であったということは今までのところでお話をしました。ところがですね、ここで、それから80年ぐらいの現在になって見てみると、結果的に失敗だった行動を日本が取ります。つまり、1920年ぐらいまでの日本はですね、世界の標準的な考えから見たら極めて優等生、極めて、誠実で道徳的な国家として、振る舞ったわけですね。ところが一等国になってから、あとしばらく経ってからですね、満州国を建国した時は良かったんですが、その後の紛れた時に失敗をしたということになりますね。その時の情勢をちょっと簡単にお話をしますと、中国はですね、その当時清が滅びまして、蒋介石の国民政府というのが中国の南の方にありました。それから毛沢東の率いる共産中国は山奥におりました。そして北の方ですね、現在の北京を中心とした北部地域、当時これを北支と呼んでましたけども、そこは群雄割拠で、張作霖を中心とした軍閥がですね、戦国時代だったわけですね。で、これを討伐しようというんで、蒋介石が北伐というのをやりますね。北伐、つまり南部を中心とした蒋介石の国民政府が、満州国がちょっとできるちょっと前なんですけども、北京あたりまで、万里の長城まで支配しようということで、進めて、そこにいた軍閥という、地方軍、バラバラな、馬族よりかはマシと、中国というのはもともと三国志なんかで分かるようにいつも分裂した状態ですからね。一応そうしたんですけども、蒋介石は基本的には南京、南の方にいる人たちでしたから、北部の支配は相変わらず緩かったんですね。で、満州国ができると、とにかく満州国は日本が経営しますからね、えらく発展するんですよ。税金は安い、安全は確保されている、産業は発達するということで、とにかく満州を見ると素晴らしいなと思うわけですね。それに比べて、国民政府が支配しているところは税金も高いしということで不満が増えまして、家北分離運動というのが起こるんですね。つまりもう家北、つまり北京を中心としたところは国民政府から離れて日本側につこうという運動が起こるんですよ。この運動に日本が乗っちゃったんですよね。日本を好意的に見てくれるからいいんじゃないかなと思っちゃったわけですね。満州は中国ではなかったわけですよ。もともと中国じゃないですからね、満州は。民族も違うし、万里の長城よりか北ですから。これは、日本が中心となって新しい満州国を作っても別に問題はないんですが、中国北部というのはもう中国自体なもんですからね。そこに踏み込むとかなりの覚悟はいったんですが、ある程度踏み込んじゃったんですね。中国というのはですね、日本と違って国といってもですね、一個の国だったときというのは、あることあるわけですね。関東、草原、民進、みんな一個の国だったんですが、三国志なんて有名なようにですね、呉と魏と蜀が三つ対立していると。その当時ちょうどそうですね、呉のところに、ちょっと違うんですが、呉のところに、この当時の国民政府、蜀のところに、共産中国、それから魏のところが、群雄割拠の北支と
河北というところだったわけですね。まあだから今でもそうですよ。西安と上海の男女が結婚したカップルと私知ってるんですけども、夫婦同士は言葉が通じないんですね。西安語と上海語が通じないんですよ。そこで夫婦で会話するときは北京語、友達同士で話したときは西安語とか上海語っていうふうに、まあちょっと日本の常識とかなり違いますからね。だからそれも考えて議論しなきゃいけないんですが、まあそういうことですね。で、河北分離の動きと並行しまして、万里の長城付近では満州とちょうど中国の国境なんでごた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 するんですね。で、これは、まあ後から考えますと、共産中国の陰謀だったわけですが、まあその当時は分からなくて、日本もそれに巻き込まれたということですね。まあ、反日日本人の歴史を見ますと、日本軍部、特に関東軍の暴走ということになってますが、これはあの関東軍の暴走ではありません。中国の河北分離運動に応じた日本政府の計画は北支処理要綱というのがあるんですけども、これはあの閣議で決まっておりまして、私があのその当時のですね、日本軍の動きをずっと見ますと、かえって日本軍の方が慎重なぐらいですよ。まあ万里の長城ちょっと、越して攻めたりしてますけども、その度ごとに昭和天皇がちょっとそんなとこまで行くななんていうご命令を出して引き上げさせるということもあってですね、まあまあまあ、到底日本の軍部の独走なんていうような、そういうような表現で言えるような感じではありません。しかし、なんであのよく日本人はですね、軍部の暴走で戦争が起きた、軍部の暴走で戦争が起きたと言ってるんですが、それは反日日本人の基本的な過程があるんですね。反日日本人というのはですね、どういう過程をまず置くかというと、中国軍は何をやってもいいけど、日本軍はあらゆる面で理想的でならないという前提を置くんですよ。そうしますとね、戦争ですからね、中国軍がむちゃくちゃやってくると、日本軍もある程度それに応じて戦わなきゃいけないんですね。例えば万里の長城を越えてしょっちゅう中国人がワンワン攻めてくるとですね、たまには日本軍も万里の長城を越えて一回ぐらい中国軍に攻め入らないとですね、あの、なくならないわけですよ。そうしますとね、中国、反日日本人って結構面白くてですね、中国軍が万里の長城を越えて満州国に来てもいいって言うんですよ。なんでか知らないけど、他国ですから本当はいけないんですけどね。ところが日本軍は万里の長城を越えて中国に入っては絶対いけない。こういう過程をまず置いて話をするので、そうすると日本軍の暴走になっちゃうんですね。それから同じようにこの反日日本人というのは面白くてですね、イギリスやアメリカなどの白人はどんどん他国を占領しても侵略と呼んではいけないが、日本はわずかでも他国に踏み入れたら侵略と言わなければいけないと。そういうような過程を置くんですね。そうしますと、私たちの頭にこびりついている2つの言葉、軍部の独走と侵略戦争ということになります。この前女性のですね、歴史を話す人、予備校の先生ですけども、その人の講義を聞いておりました。もう15分ぐらいに侵略戦争が10回も出てくるんですね。その侵略戦争という言葉は全部日本の場合だけに使ってて、イギリスがシンガポールに来たものはイギリスがシンガポールを占領しと言ってるんです。オランダがインドネシアに割譲を求めと、こんなこと言ってるんですね。それで日本はどこぞに侵略戦争を仕掛けた。これはですね、もう用語として、なんて言うんでしょうかね、単純な頭にそのまま入ってしまってるっていうことですね。この時期ですね、非常に多くの事件が起こります。日本人の普通の市民が220人虐殺されたり、要人が狙撃されたり、爆発するっていう事件がありますが、これでまあ閣下ときていつも中国軍と日本軍が戦うんですけども、これはまあ歴史家の多くが言ってるのはですね、共産中国かコミンテルンとは当時ありまして、モスクワに本拠地を置く世界共産化本部なんですけども、これの工作だったと考えられます。私もまあそう思いますね。これはまあそのから後もずっとそうでした。で、どうしてかって言いますと、共産コミンテルンは中国を共産国にしなきゃいけなかったんですが、奥地にこもっていた共産中国としてはですね、北京とか南京、つまり海側で日本と国民政府の蒋介石軍が消耗戦をやればやるほど後に有利になっている。現実的にそうなりました。盛んにごたごたを作るわけですね。
で、まあ、日本もそれに気がついて、日本政府は国民政府に防共協定を提案しますけども、やっぱりこれをアメリカとかイギリスを巻き込んで、ソ連と共産中国に対抗するような連合は作んなかったんですね。ちょっと私も黄色人種なんでちょっと言いにくいんですけども、黄色人種はですね、やっぱ白色の人たちをちょっとご主人様扱いすることあるんですよ。で、親ですね。だから結局日本もアメリカに、それから中国もアメリカに頼むっていうのは、ちょっとそういうところが当時からありましたね。現在でもそうですよね。北朝鮮がアメリカしか相手にしないっつって、隣は韓国とか中国とか日本なんているのに、そこと話をしないでアメリカと話をするっていう、まあ、そういうですね、まあ、やっぱり黄色人種の劣等感みたいなのがありましてね、まあ、それがこの時出ました。で、まあ、結局はコミンテルの作戦が優秀だったので勝って、まあ、この中国との戦争にも日本が巻き込まれ、ついにアメリカとの大東亜戦争にも巻き込まれちゃったということで、まあ、コミンテルンの作戦に引っかかっちゃったというのが、今後の歴史として、大きな、ここら辺の歴史から見て大きな変換点になるわけですね。まあ、それはともかくとして、日本はこの時に防共協定をやって中国から徐々に撤退するという絶好の機会を逃してしまいます。そうこうしているうちに、今度はドイツの陰謀に引っかかって、上海事変が起きますね。上海事変というのは本当にこれはもう歴史的にかなりはっきりしているわけですが、ドイツが後ろから手を伸ばして蒋介石と日本を戦わせると、まあ、蒋介石としては、ここで、上海に精鋭部隊を集めて、その当時数が非常に少なかった日本軍を一気に追い落とせば、まあまあ、国民政府は圧倒的な支持を得られるわけですね。そういうことで上海事変、南京事件が起こったわけですよ。ところが日本軍は少数でしたけど結構強かったんで、まあ、結局中国軍に勝って、上海で勝って、南京でも勝って、国民政府が奥地に逃れましたと同時に、そこにいたイギリス、アメリカ、フランスなども日本とは全く圧倒的な力の差ができて恨みを持つということになりますね。まあ、現在南京虐殺という、まあ、歴史的には起こってないことを中国が宣伝しているわけですが、これはやっぱり上海事変というのが中国側の仕掛けだったということを表面化しないためにやったもので、これに反日日本人が応じたものですね。じゃあ日本人はこの今上海事変から日中戦争に入るところが本当の歴史の大きな転換点だったわけですね。戦争はここから始まったわけですが、どうするべきだったか。やっぱりこれはですね、日本人がよく考えるべきだったわけですね。上海で中国軍を破った時点で平和交渉を行い、北市と上海付近から徐々に日本軍が撤退し、ここの図で先日示した日本の領土を確定しておくべきだった。まあ、それを当時から言ってたのは、例えば石橋湛山とか石原莞爾らがいたわけですが、まあこういう人たちの議論が広くは行われませんでした。特に満州国建設以来ですね、戦争賛美で国民を煽って販売部数を増やした朝日新聞と読売新聞に、まあ、ここは非常に大きな責任がありますね。一方、この時に常に冷静な議論を展開し、毎日新聞が没落をしました。なぜか、国民が戦争をしたかったからであります。軍部の独走でも何でもありません。国民は今、軍部の独走と言ったりしているのはですね、自分の責任を隠すためであります。日本軍は全然乱暴な行為はしておりませんし、命令にも従っておりましたが、日本軍の偉いところというか、まずいところというか、口を閉ざして、武士は口を開かないつって任務だけギチッとやってたわけですね。一方では口が達者な文化人とか新聞社がですね、次々と捏造して、軍部の暴走って言ったわけですから、これは軍部の暴走でも何でもないんで、まあ、当時の日本軍の名誉はいつかは回復しなきゃいけないと思います。これはもう現在でもそうなんですね。日本人というのは慎み深いし誠実だし努力家であるんですが、まあ、論理的科学的によく考えたり我慢強さっていうのがダメなんですよ。もうすぐめんどくさいからもう突撃試合となっちゃうわけですね。だから個別の戦いでは必ず勝つんですが、総合的には必ず負ける。例えばまあ今私がいつも言ってるのはそうなんですけど、地球温暖化するとか資源が枯渇すると言ってるのは日本だけなんです、世界で。しかしその嘘を現実のものとして政策に取り入れちゃう、
これは当時の日本も全く同じだったんですね。前線部隊の軍部はしっかりやったんですよ。現在の会社と一緒ですね。もう少し踏み込んでちょっと言いますとね、原子力発電所の問題は政府が電力会社に強要してるんです。それを忠実に進めている電力会社に非難が集中します。どうしてかというと、政府は自分自身だからですよ。国民がだから自分自身、つまりこの場合もですね、日本と中国が戦争に入って、これが最後の 大東亜戦争の、破滅につながるんですけどね、これを進めたのは国民なんですよ。日本軍じゃないんです。だけどこれをもって日本軍の暴走だとかいうのはです、侵略戦争っていうのはですね、実は自分の火を軍部にかぶせてるわけです。今の原発もそうですね。誰が見たって東京の電気を新潟で作ってるんですから、危険であることは国民は承知なんですよね。それから原発を動かせば廃棄物が出ることが分かっているので、それが処理はされてないこともみんな知ってるんです。だけども電力会社にそんな危険なことをやるなって言ってるわけです。いや、あなたはどうなのって言ったら、私はまあ電気が欲しいんですと、ただ電力会社を非難しながら電気をもらうんですと、まあこういう形になってるわけですね。まあこれがまあ今福島の人たちが少し自制してる行動してるのは、やっぱりそれがよく福島の人に分かるからではないかとも思うんですね。だからつって子供を被爆していいというのはちょっとさらに飛躍していると思うんですけども、まあ、広島長崎でも原爆で多くの子供たちが死にましたけど、それはやっぱりこの時期にちょうど北市で争いが起こり、上海事変が起こった時にですね、満州国建設、この時に朝日新聞、読売新聞が戦争を煽り、国民が朝日と読売を買って、その時にきちっとした論陣を張った毎日新聞を買わずに、毎日新聞が落ちぶれたと、まあいうような歴史的経過を見ますとね、まあ、現在の原発の問題も含めて、やはり日本国民の問題だったと。決して日本軍とか、そういう軍部の暴走とかそういうもんではない。軍部の暴走っていうのは、自分たちがやったことの罪を軍部にかぶせただけだと私はそう思います。この当時日本国民の判断と日本軍の行動を見ますと、それはもうはるかに日本軍の行動の方が立派でしたね。私はそう思います。